きチャンネルジョブ。こんにちは。さあ今日はですね、はい、皆さんにとっても大事なお話かもわかんないですけども、はい、休むのは善か悪かっていう。休む？それは何に対して休むですか？仕事です。それは欠席をする休むですか？いやもう休暇です。休日として休むです。おでも、でもあるんだよ仕事は。有給を取るとかってことですか？そう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 。あだから俺らで言うとレギュラーを休むってことです。あで自分に置き換えるとなあそういうことか、うん、レギュラーを休むってことです。うんは、うん、是か非かっていう。なるほど。まあ、でもみんな環境によっても違うと思うんですよね。そういうルールがある会社かない会社とかでも違うと思いますけど、私はいやどっちとも言えないなこれ私の場合言っていいですか？うん、これ別に正解不正解ないから。ないですよね、うん、局にいました、うん、局にいた時はレギュラーは基本的に休みたくない、うん、でもあるじゃん、 なんか春休みとか夏休みとか。そうで年に1回もう必ずみんな1週間だけ休みを取れるんで、うんうん、その時も誰かに代わってもらうっていうのはお互い様じゃないですか、うんうん、全員やられることなので、うんうん、そこはもう心置きなくよろしくお願いしますだったんで、うんうんうん、基本的にはだから体調ちょっと悪くてもレギュラーは絶対休まないっていうやっぱ心づもりでしたし、だから休みたくないっていう感覚でした、うん、今はフリーなのでさらにやっぱレギュラーは休まないですね、うん。これが日本人的か欧米人的かによって変わるんちゃうかっていうのを野球から見ていこうっていう。野球から見ていくんですか？はあ、じゃあ休むって疲れたから休む、はい、体調悪いから休むが基本的な考え方じゃないですか、はい、野球から見る欧米的な考え方は元気だから休むです。え、どういうこと？これが理解できるようになれば、すべてに休むことがすごい楽になります。元気だから休む？うん、日本人的だとね、はい、体調悪いからとか、うん、熱出だとか休まざるを得ないから休むです。あもう今日無理ですみたいな、体が無理ですみたいな、うん、元気で休む？ふざけんじゃねえぞ、うん、できんだろみたいな、うん、じゃないですか。でも野球的、はい、欧米人は分かんない。野球的欧米人の考え方でいうと元気だから休むです。元気なのに休んじゃうの？調子もいい。元気だから休むです。元気なのに休むじゃないです、うん、元気だから休むです。休むんですか？もっと元気になっちゃおうってことえ、どういうこと？先生わかる？それはスタメンを休むってこと？野球で野球で言うと、うん、試合に出ないってことです。元気だから、うん、日本的に考えて言うと、はい、野球で言うとね、うん、どこか痛いから、うん、体調悪いから、うん、成績悪いから、うん、調子悪いから休むじゃん、はい、元気だから休むです。あ、じゃあ今ちょっとパッと思いついたのは、うんうん、DeNA の宮崎選手、うん、調子いいです、うん、多分元気です、うん、だけどずっと元気でいるためにちょっと休む。そうです、それです。それ元気で居続けることが大事なわけです。はい、調子が悪くなったらダメなわけですよ。あ、確かに。だから元気だから休むんですよ。休み取って元気のままに疲れさせない。あ、なるほど。体を不調にしない、疲れさせない、はい、常に元気で入れるように休むんです、うん、あ、なるほど。これが日本人的考え方でいうとないのよ、はい、そうですね、うん、選手側も元気なのに休むの、うん、使う側も元気なのに休むの。いや、そう、あんだけ宮崎選手欲しいんだから、まあ、ずっと出ればいいのにとか、うん、ちょっと思っちゃうところもあるけど、元気だから休むんです。それで休むんですね。だからさ、ね、最近ちょっと前話題になったのが、うん、はい、エンゼルスの17連戦、はい、大谷翔平、はい、全部出続けましたと、うんうん、で1回休みがあって、うん、で次の日のカードも休みましたと、はい、でそれは次の日投げるからですって言って2連休だったんですよ、うんうん、これ17連戦出てるから2連休にさせられるんで、はい、怖いからね、うん、使う方も、はい、で監督は、うん、休ましたかったらしいんだよね、うん、でも本人が元気だし、はい、休む理由にはないからっていう、うん、でもトラウトとかはきっちり休んでるんだよ、うん、はい、アメリカ人的1年間の戦い方っていうのは、うん、まあ、俺はよく競馬で例えんだけど、うん、追い込み馬なわけ、はい、日本的はもう逃げ馬のよーいドン全力みたいな、うん、で途中失速したら謎の
あのキャンプが足りひんかったんやっていう謎の理由をつけられて、はい、その失速理由を言われるんだけども、うん、はい、ボビーの時もそうだったけども、最初バンバン休みあるんだよ、はい、移動ゲームとか、うん、だから今年で言うとロッテだね、はい、吉井さんも、うん、あの移動ゲームだったりとか、うん、中村翔吾 DH になったりとか、はい、あの普通に休ませたりしながら、うん、その選手を回していくっていうところでは、はい、これはもう欧米的な感覚だったけど、はい、シーズンでいうと、うん、一番大事なのって最後じゃん、うん、日本でいうとクライマックスする日本シリーズ、はい、でも日本人的考えでいうと出れなきゃ意味ないじゃん、うん、逃げてそのまま行きたい、落ちたら練習足りないみたいな、はい、うん、でも欧米的考えは怪我させないで、うん、チーム全員の底上げとともにシーズン戦いながらチームの状況を最後に上げていきたいみたいな、ところだから、はい、だから元気だから休むのよ、はい、あーなるほど、だって元気だから、あ、また常に元気いられるためにみんなちょこちょこ休む、ちょこちょこ休んで元気なままやる、うん、で周りもカバーしながらその人たちも選手が試合に出るから、うん、モチベーションも落とさせない、うん、でそこで頑張れればチームの底上げもできる、うん、何かあった時の入れ替えもスムーズ、はい、全員が出てるから、うんうん、はい、だからずっと出続けるっていうのは、うん、本人にとったらいいことなんだけど、うん、チームにとったら諸刃の剣で、うん、ずっと頑張れたらいいけども、うん、抜けられたら怖いわけじゃん、はい、でそしたら代わりも作ってないから、うん、代わりも危ないわけでしょ、うん、だから休むのは積極的に俺は休んだ方がいいと思う。だから俺はもういつに言ってる、はい、積極的休養って言って、はい、佐藤さん結構思いっきり休み取りますもんね、ガーッと働いて休み結構取りますもんね。そう、俺はもうずっと休むの、うん、あのやるときでやらないときをもう区別はっきりさせるところもあるし、はい、うん、休みたいからね、はい、基本的にいや休まないとやっぱり元気で保てないなって思いますもん、うん、休みの日の次の日ってパフォーマンスすごい良かったりしますもんね、うん、そうそう、だから俺はレギュラーも休むと、うん、でもボビーはそうだったんですもんね。そう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 、うん、だからその代わり早めに言っとく、休みますって言って、うんうん、旅行に行くんでみたいな、はい、ゴールデンウィークとかも、うん、みんなが一緒に休むべきじゃないみたいな言う人いるじゃん、はい、俺はもうそれに異を唱えたいわけ、うん、俺もみんなが休む時にわざわざ混むとこ行って休みたくないよ、うん、そうです正直、うんうん、でもこれもう立場が違うからあれだけど、はい、袴田さんとかみんなが休んでる時にわざわざ行かなくてもみんなが、休んでない時にとか空いてる時に安いお金で行った方がいいじゃんって思うじゃん。私もそうなんですよ、うん、って思うじゃん、はい、俺も一人の時はそうだったって、はい、でも子供ができて家族ができたら そうですよね、そのゴールデンウィークとか、うん、夏休みとか、うん、年末年始とか、うん、子供そこしか休めないから子供の休みに合わせないといけない、ね、そうそうそう、だから俺も結婚する前とか、うん、子供がいない時とか、うん、自分たちの都合だけで海外とかさ、うん、安い時期に行った方がいいんだからさ、絶対そっちに行ってましたもん、うん、A のランクの時に行こうよ、うん、この時期みたいなね、うんうん、とかも普通にそっちの方だったけども、うん、子供ができたら、うん、もうわざわざゴールデンウィークのクソ高いところに突っ込んでいかなきゃいけないし、うん、じゃあ海外旅行行くって言っても夏休みとか、うん、あと年末年始のクリスマスぐらい出発みたいな、はい、もう J ぐらいのね、はい、一番高い、はい、下手したら倍ぐらい違うんちゃうかっていう、はい、ぐらいの値段の設定のところ行くしかないから、うん、どっかを崩すと、うん、じゃあ学校別にゴールデンウィーク休まなくてもいいじゃんってなった時に、うん、違う学校行ってたら小学校と中学校と休み一緒にしてくれないと、小学校は長期休暇だけど、はい、中学校授業ありますとか、うん、ってなったら子供が2人いたら、うん、どこも行けないじゃんね。そうですね、うん、だからこのみんなが一緒の休みじゃないと困る人たちいるんだよね、まあ、そういう人たちが結構多くいるってことですよね。いやめっちゃ多いと思う。あと仕事関連とかも、うん、はい、やってもいいけど取引先休みなんだよねみたいな、うん、取引先やってないのに口やっててもしょうがないし、うん、ね、そうそうそう、いや配送したいけど、うん、届けろって言われるけど、うん、届けるところ休んでるんですけどみたいなね、うん、送ってくれって言うんだけど、うん、いや配送と休んでるんですけどみたいになるから、ねうん、結局一人で自由に仕事を選べて生活してる人以外は、うん、一食だけ休まないと休めないんちゃうかっていう。そうですね。だから仕事がゴールデンウィークにある業界とかももう決まってますよね。関連企業がやってるし、うん、こっちの業界に関係ない企業は全部休んでるし、そう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 、会社ごと変えてたら大変なことになっちゃいますよね、うん、それがその会社の中でね、うん、休みの人と休みじゃない人を分けるっていうのはあれかもしれないけど、うん、それでなんか効率よく回せればいいけどね、うん、学校とか無理だからね、うん、だからそこら辺も、うん、俺は積極的に休むけど、ね、うん、もう合わせて休みますみたいな、はい、そうですね、まあ、でも休むって
休むこと自体はすごい大事だと思うんですよね。そうそうそう、休まないってやっぱ心があれしてきますし、うん、体力もそうですし、だから俺も大谷とか心配になっちゃう、うん、元気だから休んだ方がいいんちゃうかと思う、うん、大谷としては今エンゼルスも調子いいから、うん、やっぱりプレーオフ出たいじゃんね、うん、だから自分が試合に出なかったら勝てないかもしれない、うん、その1敗がってまだ4月5月なのに焦りもあるんだろうね、うんうん、プレーオフ出たいっていうね、だから多分休まないっていう、うん、で元気なのにっていう、はい、アンダー数とかホームランとかもそうだけど、数を積み重ねるためには休まない方がいいわけじゃん、うん、っていうところもあるんだろうけど、俺はもう元気だから休んだ方がいいのにと思う。でもやっぱ日本の風潮として、会社員だとします、うん、会社員有給って権利があるじゃないですか、うん、でも有給って使わない人は使わないし、うん、使う人は使うじゃないですか、うんうん、そういう時にやたら使う人に対してそっちの幸せこっちに来んだよなみたいに思う人とかもやっぱいるわけですよ、うん、言ったよな、チャンスですよってそうですね、うん、休んどくんで、うん、チャンスですよってで、まあ、いわゆる男性も今育休とかも取るじゃないですか、うんうんうん、それに対してあ育休取るんだみたいに思う人も、あ取れるから言った方がいいですよって俺で言った取れるから言った方がいいですよね、だから取りやすい世の中になってほしいですよね。取ったったらいいんだよ全員、はい、全員取ればいいんですけど、うん、取らない人もいるじゃないですか、やっぱだそうやっぱね、うん、一番最初の袴田さんの考えのように、うん、休んだら人に取られちゃうとか、休んだら負けちゃうっていう認識があったら休めないのよ。そう、休むと信頼を失うとか体弱いって思われるとか、でそういうのがあるから絶対休めないって私は思っちゃうんですよ、うんうん、いや絶対休む、元気だから休むです本当。何かあってから休んだら遅いからね。そうですね、うん、で何かあってから休んでもどこも行けないわけじゃん、うん、元気なうちに休んどくといろんなとこも行けるわけじゃん、はい、元気だからね、うん、だから俺はもう声を大にしていたい、うん、元気だから休むっていう、だからそこも大谷だけが本当に心配、このまま最後までね、うん、超人的回復力と、はい、もうずっと寝てるって言ってたからね、うん、ヌートバーの食事にも行かないでずっと寝てるって言ってたから、はい、うん、身体的な回復力と強さと維持を持てて1年間全部ね完走できればそれに越したことないけども、うん、本当にまだ始まってばっかりだから、はい、球の休みもね取っても大丈夫ですよって言いたい、取りやすい環境を作ってほしいです、うんうん、いやいや休んだったらいいんだよ、権利だからって言って、みんな休みましょうか、みんな休む、いや休んでるから、休んでます、休んでる人は休んでます、うん、皆さん、はい、元気なうちに休んでください、はい。